こんにちは、こんばんは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、こんばんは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はプレステ版ネクタリスのマップ15に挑戦します。外地軍の野望を阻止せよ。それでは、ゲームスタート。マップ15はビスレイネ、スチールファニチャーメーカー。戦闘開始よ。マップ上にはユニットが配置されていないな。右上、右下、左下に外地軍の工場があるわね。囲まれているな。ドレイパーで収容所を解放する作戦にします。最初から解放作戦を取るのは珍しいな。敵戦力が巨大なので籠城作戦は諦めました。自軍収容所が落ちるのが先か、敵軍収容所の方が落ちるのが先か、運命やいかに。連合軍、フェーズ終了です。ハンターに部隊、確認。ハンターに部隊、確認。ハンター3部隊、確認。ハンターは合計7部隊ね。勝てる自信がなくなってきたわ。外地軍、フェーズ終了です。ドレイパーは道路を目指します。ハンターの襲撃が予想されるので、対空ユニットで、しっかりと護衛します。ファルコもドレイパーを護衛します。バイソンとリンクスは収容所を守ります。こんな頼りない戦力で、ハンター軍団を抑えられるのか。連合軍、フェーズ終了です。このハンターは収容所の守りに向かっているようね。こっちのハンターは攻撃を仕掛けてこないな。先制攻撃できるのは、ありがたいわね。このハンターも攻撃は仕掛けてこないな。収容所の護衛と襲撃ができる位置に待機って感じかしらね。しかし、敵のユニットが多いな。敵全滅勝利は、かなり難しそうね。外地軍、フェーズ終了です。ホークアイで右ハンターを攻撃します。お、電気、撃墜。まだ、厳しい状況に変わりはないけどね。ファルコでハンターを攻撃。包囲効果を使わないと辛いな。シーカーでハンターを包囲効果攻撃。ダメだったか。ラビットでハンターを包囲効果攻撃。支援効果で攻撃力、爆上がり。ハンター2部隊目、撃墜です。攻撃後は敵収容所方面へ、ドレイパーも後を追います。残りのユニットもドレイパーを守れ。対空攻撃能力がないバイソンは収容所で待機。ファルコもドレイパーを追ってください。連合軍、フェーズ終了です。ハンターが収容所の護衛に入ったわね。当然、あのハンターは撃墜しなければならないんだよな。そうだね。
収容所に居座られては解放はできないからね。当たらなければどうということはない。経験値ありがとうございます。ハンターは大好物のバイソンを狙ってきたわね。地形効果で防げるかな。こんなもんか。今度は支援効果付きだな。包囲効果攻撃じゃなかったからなんとか助かったわね。あれ、バイソンにとどめは刺さないのか。当たらなければどうということはない。しかも攻撃外れてるし、とどめを刺さず経験値もくれるなんて外地軍は優しいわね。自分工場付近に敵戦車隊が集まってきたな。早く敵収容所にたどり着かなくては。外地軍、フェーズ終了です。このターンが、このマップのクライマックスです。熱い攻防なので、ファルコでハンターを包囲効果攻撃。ナイス、電気撃墜。ホークアイで左のハンターを攻撃。今度は前期撃墜は無理か。期待しすぎだろ。ラビットでラビットを包囲効果攻撃。逆光、リンゴ。攻撃後はほとんど移動できないな。守ってやらないと撃破されそうね。ファルコでハンターを包囲効果攻撃。ハンター4部隊目、撃墜です。シーカーでハンターを攻撃。このハンターには包囲効果がかかっているんだな。よっしゃ、これは大金星よ。ハンター5部隊目、撃墜です。ラビットで包囲効果攻撃をアシストします。ファルコでハンターを攻撃。ファルコ大活躍。ハンター6部隊目、撃墜です。孤立してしまったラビットを守らなくてはなりません。ラビット、シーカー、スラッガーで集中攻撃されたら確実にやられるからな。やられそうなバイソンは工場で修理。ドレイパーで王手をかけます。ハンターがそばにいるけどな。爆撃上等の特攻です。シーカーとバイソンでラビットを守ります。このフェーズの外地軍の攻撃をしのげば、連合軍の勝利だな。私は祈祷モードに入ります。まずは、ドレイパーだな。第一関門突破。第二関門突破。第三関門突破。最終関門突破。
この時点で連合軍の勝利が確定しました。自軍収容所も陥落寸前だったけど、なんとか持ちこたえたわね。外地軍、フェーズ終了です。それでは、収容所を解放して、連合軍の勝利です。特攻作戦でした。本当にギリギリの戦いだったな。次回はついにラストマップです。どんな結末が待っているのか、次回をお楽しみに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はマップ10をクリアしました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。